ねえ、あと私14歳ですね。14歳いろんな商品紹介してあげるから。うん、おさん。七丸さんが、この部屋の中で一番大人すぎて笑う。強いて言えば、怖い発言だけをやめてください。ド M だけど、怖いのはダメなんです。愛のある痛みは好きだけど。ね、愛のある痛みは好きだけど。まあ、始めろよ、もう、うるさいな。オッケー、じゃあよろしく。あとなんか質問ある人、どうぞ。この人、女性らしいよ。ないよね。フェイス、フェイタス使い。じゃあやっていくぞ。やべえなぁ、マジで。何歳なんだろう。うわぁ。ゲームスタートです。来てください。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくです。あ、どうしますか。マイク近いでしょ。やばいでしょ、それ。あ、すいません。あ、え、それ、名前なんて言うんですか、それ。原田です。原田。健太郎。健太郎さん。あ、よろしくお願いします、健太郎さん。それ本名ですか。はい。いや、違います。あ、ですよね。すいません。あ、やばいやばいやばい。投票しちゃった。ちょっと、僕に入れて。あぶねえ。あぶねえ。事故りそうだった。あぶねえ。成績見たかったんだよ。あぶねえ。おはようございます。はい。自分、占い仕様ありです。占い仕様です。で、まあ、セオリー通りだと3番差占うはずなんですけど、まあ、自分、セオリーじゃなくて、正面側の7番差占いは、びっくりした、びっくりした。村人陣営でした。はい。危ねえ。で、俺から見たら7番差は白と見ます。はい。そうですね。下心は測ってないけどね、全く。一番さ、その発言、俺から見たら怪しく見えちゃうわ。ごめんね。っていう感じですかね。うん、体育あるなら全然どしどし来てくださいって感じですね。ちょっとやばいキャラでいくか。7番囲いに行くか。3番さんに回したいと思います。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。みたいな。はい、どうも、おはようございます。自分、村人陣営です。まあ、2番さん占いっていうことでね、まあ、この後、まあ、おそらく村的に太鼓が出てくるんだと思うので、1日目はなかなかちょっと考察しづらいので、下心でいこう。まあ、みんなの発言聞いて、2周目釣り位置とか決めていこうと思うんですが、まあ、セオリー通りっていうのは自分嫌いなんでね、別にいいんだけれども、なんで2番さん僕占わないで7番いたのかっていうような感じですね。まあ別に左側っちゃ左側は問題はないと思いますけれども、ちょっとそれは気になりましたね。はい。で、パーさんはね、ね、どうせこの回喋ることないから、年齢教えてもらっていいですか？4番。やばいだろ。はい、よろしくお願いします。自分、村陣営です。まあ、まあ、3番さんが言ったように、やっぱり左側を占わなかったのが、まあ、セオリーじゃない、だと思うんですけど、まあ、それは占い師の自由なので、まあ、不思議なとこですけど、まあ、俺も下心で行こう。これから対抗出てくると思うので、またそこも考えていきたいと思ってます。のプレイヤーは発言してください。はい、おはよう。占い出んだよ。2番さんが7番に白出し把握です。そうですね、グレーの3番さん、4番さんは、まあ、色落ちないんですけども、まあ、3番さんは7番さんに興味津々って感じですね。で、まあ、2番さんの占った理由は、うん、別に左隣じゃなくてもいいんですけども、正面6、7見たときに、絶対7番さんが女性ってことあったでしょう。って思ってるのは僕だけ。か、一番さんですね。うん。なんで、そこをあえて下心丸出ししてくれた方が、真に置きたかったなーっていうのは冗談で。うん。なんで、特に、はい、しようないんで、次回します。占いででか2周目、真面目に頑張ります。以上です。6番のプレイヤーは発言してくれ、村人陣営でした。とりあえず、7番さんの、
あの、スリーサイズ知りたいかなと思って、下手心とかじゃないんですよ。全然そういうのじゃないんで、スリーサイズだけ知りたいなっていう感じですね。まあ、それと2番さん、占い師を把握して、3番、2番さんと3番さんと6番、この三角同盟を築いて、7番さんをどうにかね、落とせたらいいと思います。失礼します。のプレイヤーは発言してください。うん、なんかすごい村に入っちゃいましたね。2番さんが私に白だしということで、はい、把握しました。で、3番さんがまあ対抗出てくるって発言、うん、まあ、うん、まあ後から、いやー、後から対抗出てきてほしい前外の発言にも見えますけど、まあ村人でもね、まあそういう発言もあると思うので、あんまり気にしないでおきます。で、あと4番さんが3番さんにあまり触れてないですね。で、そのくらいですね。うん。で、6番さんがニャンチューかな。うん、私ニャンチュー好きなんでね、いいと思いますよ。で、あと私14歳ですね。14歳か。プレイヤーは発言してください。皆さんどうも、こんばんにちは。9番ブタニグです。はい。ニュアンスさんが7番さん、白田さん、ハークです。なんで4と6言うの、村川陣営。おかしくね？ですが、3番さん、4番さんは、この後に対抗出てくるだろう。7番さんからのね、意見でも出てましたが、確かに私は何で当ててくるの？しまうところですね。5番さんは、すごい紳士的な感じで、村っぽい雰囲気がプンプンしました。6番さんはね、7番さんに対するね、ダークネスの面がすごい見えたので雑な国だけどお前黒だと。で、そうだな、8番さんはなんかはぐらかしてる狼さんにも見えなくはないっていう部分もありますかね。あと1番さんの意見を聞いてかな。2周目1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師使用します。7番さん占って、白が出ました。まあそうですね。白かっ、2番、僕も、セオリーが嫌いなんで、7番さん占って白が出しました。お前強靭だろ、お前、ね。お前強靭だろ。完全ここ強靭で見ております。お前おかしいだろ、マジで。強靭だろ。いやバカだろ、一番マジで。お前が狂人か人狼だろ、絶対、100言える。間違いなく。セオリー通りじゃなくて、7番占って、じゃあ7番なんで占ったのって俺はなる、本当に。しかも俺が、なんだろう、7番占ったことに対して一番敏感だったしね。普通に考えて確実にお前が狂人か人狼、100言える。で、俺すごく気になったのが3番さんの意見。3番さんさ、最初なんかセオリー通りじゃなくてもいいと思うみたいなこと言ってたのにもかかわらず、なんだろう、俺が3番占わなかったのがおかしい。マジで意味がわからない。3番怪しい。超怪しい。はい、パワーさんね、14歳把握しました。法律違反は良くないです。まあ1番さん、法律違反、2番さんちょっと僕のこと殴ってたんだけれども、まあ、疑ったからね、なんで占わないか。まあ、それは雑殴りと捉えます。で、1番さんの出方は怪しいよね。あの7番占ったってなって。まあ、ただ、ここは一応まだ1、2番占いフラットに見るので、まあ、パワーさんはもう隠しろなので置いておいて、まあ、僕も含めてね、3、4、5、6、8、9のグレーの中から釣りでいいかなっていうふうに思います。釣り先ちょっと、まあ、自分グレー行くんですけれども、あの釣り先に関しては、あの2周目の皆さんの発言聞いて、あの考察していきたいと思います。すみません、ちょっと真面目にやっちゃって。はい。真面目にやれよ。人狼殺真面目にやれよ。発言してください。はい、1、2、占い師は把握しまして、7は隠しろですね。まあ、出方によって、まあ、1、2の、感じは変わるかもしれませんけど、まあ、今のところはフラットでも見るしかないですよね。で、今日グレーランなんですけど、3、4、5、6、8、9。まあ、8がちょっと腹板で、ちょっと考察伸びてなかったです。まあ、9、まあ、あと特にいらないですね。5番、
のプレイヤーは発言してください。はい、2周目回ってきましたと、1番さんが7番に白出しで、7番さんが白白になりましたね。うん、ここは1番さんがね、狂人の場合ね、あえて格好白作りに行くかって話なんですよね。うん、それ、狼目線、狂人目線もちょっと薄いんじゃないかなと思って、僕ちょっと1番さん、うん、6、4ぐらいで新名ちょっと見てますね。で、2番さんがね、うん、3番さんの占い先に対して叩いて、まあ3番さん黒目で置いたんで、まあ黒目上げてくれたんですかね。番ですね、1番さん、2番さん、占い師を把握しました。あ、まあ、占いはフラットで見てます。そして、2番さん、3番さん、6番で、まあ、三角同盟作ったんですけども、なんと7番さんが僕に好意的なので、ここをバッサリ切っていいのかなと思ってます。そうなってくると3番さんも釣り位置で、まあ、まあ、考えてもいいのかなとは思ってるんですけど、まあ、一周目の発言でですね、8番さんがね、4番、6番が黒いという理由もなくね、黒目を上げていた。うん、ちょっと理由を聞き次第では、釣り位置になるのかなって思ってます。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。なんか、隠し色になったんですかね。なんか、1番さんがちょっと、2番さんの占い先にかぶせてきたようにも、まあ、見えましたね。まあ確かに、うん、見えました、うん、正直。まあでも狂人でも確定白を作るメリットはまあ少ないのかなとは思いますけど、1番さんリア強なら全然あり得ると思ってます。ですね。リア強なら全然あり得る。2番さんがちょっと6番さんだけに触れてなかったんですよね。把握漏れだったらすいません。で、そこでゴールクラインがあるのかなーってちょっと思いました。で、あと、3、4、6、とっても薄いですね。これ、釣り位置ですね。あと、8番さんの理由も聞きたいです。8番。ちゃんとしてんぞ、14歳。発言してください。理由。うん。マジで腹痛かったからトイレ行ってきただけ。うん、ごめんね。で、ちょっと追加するね。真面目にできる。今、いっぱい。自分、俺、3、5をね、3、5の方が怪しくなくて、4、6の方が怪しいって言って、グレー位置でしっかり怪しい位置上げたのに、発言伸びてないって言うけど、なんか真似して、どこぞなんかよくわかんない、真似してた人よりは伸びてたと思うよ。で、それが4が言ったわけよ。まあ、4までは許せるけど、5が同調したから、俺やっぱ、5も怪しい位置かなーって思っちゃった。うん、4、6、5。9はめっちゃ真面目に考察してた。で、なんで4、6、5なんだよ。占いの真偽だけど、1番さん笑ってたし、俺、次の2周目の、占い位置の理由、占った理由が、まともじゃない限り釣っていいと思ってるのは自分だけ？それが出てこないのもちょっとなんか寂しかった。うん。市民側としては、こんな占い師いらないでしょう。って思うんだけど、どうでしょうか？私の中で、じゃあグレーを落としていくってなった時に、じゃあ、黒目白目出している人間って考えたら、6番が一番出ていないと思うんだ。は？僕の中での釣り位置候補は6番。うん。で、1周目のところで8番さん、うんこが真偽ではないけど、理石を考える人間は、やっぱりどうしても黒く見えてしまう部分があるんだ。2周目で頑張ってお話ししていたから、まあ、8番さんもグレー目はところは外せないけれど、まあ、そうだろうな。5番さんの印象を見たら僕の中では村っぽいんだけど、うん、ざっくり言っていくと次に3番4番、やっぱりどうしても色が拭えない3番4番、うん、2周目占い師期待してるぞ。1番のプレイヤーは発言してください。まあそうですね、まあちょっとね、7番占った理由は本当はちょっとね、基本僕ね、占い師になれば女性のことを占うんですよ。これね、下心っていうより、僕の名前都合立ち10ミリリットルっていうんですけど、これがまあ僕が御用達のまあアダルトショップ通販サイトなんですけど、そこでまあ売ってるまあ食材なんですけど、まあね、そこでまあ7番さんにまあこういう風に売られるなと、なんで基本的には7番さんまあこういうものをまあ紹介したいなと思って、まあ結構とかがあって、7番さんに結構おすすめな、なんか天井天下っていう、まあ両サイドにがついてる、まあライトセーバーの
ダースベイダーのライトセーバーみたいにこう2つみたいな感じで、まあ、あの結構女性のレズの人とかは両方にこうまあやったりとか、あとまあ7番さんレズの趣味なかったら別にあの、まあ、家族いたり、まあ、男性とねこう同棲してるときできないときは基本的にあの風呂場とかでできる、まあ、あの水あの水ついても大丈夫なリバイアっていうそういうの結構あのおすすめだから、うん、あ14歳か、うん、だから結構もうこれバカだよこれバカだよこれダメだろこれバカだぞマジでハハハハハ、3番いこう。え、1番のプレイヤーは発言してください。うん、あのちょっと、うん、いやちょっとね俺入れられる、うん、覚えないかなと思ったら、まさかの8番にねこれ入れられるっていう謎の、うん、だから8番もなんだ、うん、なんか商品紹介してほしいのかなと思ってうん、だから、うん、俺的にはなんだろう、使い捨てオナホーがいいのかなと思って、うん、だから8番は基本的になんていうの系でしょ。やめろ。やめろ。風呂場で、うん、なんか使えるグッズないかなと思ってたんだけど、基本的にはなんだろう。まだ8番さんね、うん、まあ、実際こうお腹緩いっていうから結構ね、うん、力入れるのきつかったらっていうあのでがっちりあの押さえて、まあこれ結構あのもうふにゃふにゃってなっちゃう感じがあれだから、まあ、汚いからっていう理由はないかな。うん、だって7番。完全に俺の紹介した商品興味津々でしょ。だから俺のこと釣りたくないの。これわかる。7番破綻しないからね言って、うん、8番破綻だよこれ完全に、うん、7番は完全に2日目もねいっぱいいろんな商品あの紹介してあげるから。5番のプレイヤーは発言してください。そうですね、まあ1番釣りはまずないです、占いなんで。うん、ここに釣りたがってる、うん、8番さんは僕の中で黒く見てますんで、6番さんね、うーん、なんで触れなかったかって7番さんに言われたんですけども、うん、正直1周目の意見で何も落ちてなかったからです。でまあ2周目も正直考察落ちなかったんで、僕は是が非とも6番釣ってほしい。ただ1番は、うん、一応占い師をしてる以上ね、うん、今日は釣るべきじゃないっていうのは、村目線の意見です。うーん、なんでまあ僕か6番か、うん、僕は6番釣ってほしいですね。以上です。すいません、考察が伸び落ちてないとか言いますけど、ちゃんと考察伸びてます。はい、しかしながら1番さんも考察落ちないのに面白いから残す、これ僕も一緒なんです。まあ、うん、そうですね。9番さんも僕のことをちょっと、あの、考察伸びてないとか、つられ位置になっちゃったんですけども、これあれですか？ 7 番さんが僕のことを好きって言ったから、嫉妬してますね、この村、僕に。嫉妬してないので、これ、8番、9番、5番、これ、嫉妬勢落ちないんだけども。これ、嫉妬してるでしょ。嫉妬してるね。うん、そしたら僕、まあ、あの、一番さんの話聞くだけでもいいんで、釣っても大丈夫ですよ。はい。まあ、まあ、5番さん釣ってほしいけどね。うん。あの、あなたも全然考察伸びてないし、落としてもないし、うん、無駄にないよ、あなた。うん。ボクシングやべ、バレた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 、危ねえ。危ねえ、危ねえ。バレる、バレる。夜が来ました。目を閉じてください。変わらず。あ、お疲れ様です。はい。人狼は。どうしましょう。何番いきますか。何番いきましょう。8番とりあえずぶっ潰しましょう。8番。マジで。はい、あ。危ないんで。はい。こいつを生かしていくと危ないし、バレます、僕の役が。はい。はい、すいません。
ケンタロウさん、すいません、はい、僕トイレ行ってきます。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは発言してください。来ましたね、これ、うん、やってくれましたね、到着。8番本当にきついぞ、これ。噛まれるだけで終わる。うん、昨日、まあね、ここで言うとこ、ハンター CEO。 うん、ね、3456、56、確実にどっちかには一人いると思うんだよね。で、3番さん今、片白。OK。待って、1番さんは、追加デッキ、あ、ね、コインがない。裏面しねえじゃねえか、1番よ。お前何してんだ、お前。うん。え？おい。占い師じゃないとか言うな、マジで。1番ハンター仕様のプレイヤーは発言してください。はい、なんか9番、うん、僕が占い師とかなんかわけわかんない、頭なんかどっかコンクリートにぶつけたのかなと思って、うん、非常に怖い、うん、こういう人が隣にいられる非常に怖い。あの、僕ね、あの狩人です。うん、うん、わかります。うん、昨日ね、7番守ってる。ちなみに片白、あの隠しろって言われてたからね。うん、基本あのね、僕ね、占い師すら、うん、すらです。で、とりあえず、まあね、そんなことよりもだよ、そんな考察いらん、うん、そんなことよりも今日はね、紹介するのがグレープモブって言って、これあの、うん、これ完全にね、連携されたね、玉がね、こうつぶつぶ固まり合っててね、これかなりね、おすすめの商品。うん、これベストセラー作品。口コミも 4.41 ついてるからね。うん、で、大体これね、9つのね、あの玉がね、あの連携し合ってる。うん、でね、玉のサイズはね、2.8 センチ。うん、これね、だからね、結構初心者の方でもね、全然扱いやすい。うん、特に7番はね、非常に多分興味津々だと思うから、うん、すぐ、うん、ネットでご注文を。2番のプレイヤーは発言してください。うん、1番 AV の話しかしてねえじゃん、マジで。考察一切ない。で、何 ?1 番が狩人で、9番がハンター。で、俺は3番白出ししたから、4、5、6にいるんだよな。でね、俺ね、最初5入れたんですけど、やめて1に入れたのは、5が4入れてて、4が5入れてたんですよ。初っぱなでそこ入れる、お互いね、やり合うかって言ったら、人狼じゃないのかなと思って、たんですよね。ってなったら6なのかなっていう部分ではある。やばい、釣られ1だ、うん、最初ね、そう、投票で殺すやれなかったのがでかいな、マジで危ない、これは。うん、そうだから俺6が黒で見てます。3番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも。あ、じゃあ2番さん新占いってことで、あの白出しありがとうございます。僕も隠しろですね。で、まあこの場面、僕も前の投票結果、豚肉さん、ハンターの豚肉さんと一緒に、僕は6番もが黒いなっていうふうに思ってました。はい、まあこの後の紙先見ますけれども、本日今日に関しては、あの1番さん、あの狩人、ここまでのこの行動で狩人しようはないですね。あ、最高の狩人絶対出ないでくださいね。あのこの局面は全然1釣りで買わないと思います。強靭だと思いますけどね。はい、まあ、一応ちょっとね、ため40秒追加します。で、お話をしていただいてましたけれども、あの急にね、いきなり始まりは、僕はなかなか結構レベルが高いかなと思うんですよ。うん、で、2番さん、ちょっと AV の話しないでくれっていうふうに1番さんに言ってましたけれども、1番さん別に AV の話してるわけではなくて、女性向けのね、オナグッズの、話してるだけであって、あんまり1番さんをちょっと攻め立てるのはどうかなっていうふうに思ってました。はい。で、やっぱり、僕もあんまり正しいとは思わないんですよね。からがいいんじゃないですかね。4番。バカだぞ、こいつの話して。はい、すみません。じゃあ、これはもう、2、
各あのシーンですよね。まあ、91まだこれから対抗出てくるかもし、チャット考察なしで出てくるかもしれませんけど、まあ、ちょっと1黒いかなと思ってます。まあ、5は、まあ、完全に、うん、僕の中で黒いです。うん、黒いですね。あんまり、はい、発言伸びてなかったです。7はじゃあこうなったら、7はでも先ほどのしっかり考察述べてたので、自分の中ではもう四角、白ですね。うん、だ、ので、今日は5かな、5。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。ただ、ってことは2番3進でいいんかな。1番釣り安牌。そうですね。狩人使用してる以上は、対抗でない限りは釣り1銀上がらないのかなとは僕思ってます。で、サイクロはやっぱ4番さんですね。まあ僕が叩いて、4番さんが反抗してきて、僕をずっと黒目に上げて、で、竜が考察落ちてないと。うん。僕の考察は4番さんが追加してきますね。黒いってことで考察を落ちたけども、それに対して、すごく突いてきてるところ。で、7番、角白に対して、すり寄ってる感があるんで、僕サイクロ4で見てます。で、まあ6番さんもね、僕は叩いてきたんで、まあ正直、僕に、あなたも考察落ちてないよって言われて、ちょっとムッとは来てるんですけども、うん、正直色は見えてないんで、うん、僕は今日はサイコロ、僕が思ってるサイコロ4番に入れたいと思ってます。で、1番のね、カリレード仕様、うん、この後6、7と出てこなかったら、今日は釣り位置じゃないのかなとは僕は思ってます。以上です。6番。そうですね。まあ、2番さんがね、黒見つけられないからって、理由もなく、なんか僕を黒で僕を釣る発言、まあ嫉妬してますよね、もう確実に。あなた神占いなんで、ちゃんと自分で黒を見つけて、ちゃんとした理由ですりつけてほしい。もう占い師失格です、あなたは。女性にも、モテません。もう、残念ながら。まあ、1、3番さんのこのラインっていうのは強いですよね。結構しっかり考察伸びてると思います。そして今4番さん、発言して5番さん、ライン切ってきたかなと思ってます。逆にね、うん、4号ラインあるのかなって思ってます。まあ、今日はとりあえず4番さんかな。ちょっと発言も最後の方止まってたんで、4番さんに入れたいと思います。失礼します。7番のプレイヤーは発言してください。これ思ったんですけど、1番さんこれ結構ナイスなことしてません？思いませんでした？いやいや、わかんないよ。で、1番、待って、これ、カリウド対抗いるんだったら今チャットで絶対使用してください。絶対使用してください。これいないんですよね。そしたら1番さん死んでいいじゃないですか。だってそしたら、8、5、6のロラで、ロラ勝ち確ですよ。もう、人狼さん自爆してもいいレベルですよ、これ。これ。ん？これちょっと自爆してください。4番さん釣りまーす。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。4番のプレイヤーが選ばれました。どうしよう。いや、1が強靭の可能性持ってるからね。4番のプレイヤー、とりあえず2殺そう。発言してください。いや、これ完璧に、1あれでしょう、強靭だと思いますよ。はい。で、まだ確実にこの中に2人狼残っているってことになると、まあそうなってきたら7番も怪しいし、まあ自分の中では5は確実に黒なので、次に占いさん、ちょっとこう占ってください。ん？なんだよ、これ。夜が来ました。目を閉じ。そう、占いが、この人がね、狩りならマジあるから、2番潰せよ、ここで。この人が、人狼は人を殺してください。違う違う、これ。この人が、狩りだったらマジ最高。で、急におかしくなるっていう。で、3番もちょっと分かって情けなんだけど、5はすごい、なんか、ここで殺せればいいんだよな。ここで殺せればいい。二神は安定だよな。
死ね。死ね。昨夜は。終わった。のプレイヤーカリウドだ。カリウドだ。どうもどうも。一番って二番守り？一番。うん。ああ、カリー、シンなんだね、一番。だったらかなりナイスだわ。じゃあまあ、5、6、ロラで、終わりかな。5、白だったの？あ、じゃあ、6釣りだね。わかりました。6釣りで終わりです。ごめんごめん。スゴダチ君、面白かったんだけど、ごめん、疑っちゃったよ。対抗のカリー出てくるかなとか思ったんだよね。ごめんね。6番。そうですね。今思ったんですけど、これ、2強人で、1、3ライン、これ人狼ありますよね。ちょっと発言的に、ちょっとおかしいなと思ってるんですよ。僕。それで、まあ5番さんも今ちょっとすり寄ってて、これ1、2、3、5ライン見えましたね、今ね。これ、7番、9番さん一緒に2番さん釣らないとこの試合負けてしまうんで、ちょっと釣っていただいていいですか、2番さん。許せない、本当に。7番のプレイヤーは発言してください。6番さん自爆してください。ちょっと釣るのめんどくさいので自爆してください。え、これ何、自爆しないの？自爆したくない人なの？ちょっとめんどくさいからちょっとさ自爆してほしいんだけど。ダメですかね。うん、ちょっと早くしてほしいかな。9番のプレイヤーは発言してください。はい、皆さんおはようございます。いやー、七番さんがこの部屋の中で一番大人すぎて笑う。マジねえ、考察落とせてない俺しかり、なんかもうだらしない男たちだなっていう。楽しかったからいいんですけど、一番さんのねブレない感じ、嫌いじゃない、嫌いじゃないけど、七番さんが仮にね本当に14歳だったら、もう少し紳士的な会話で行こうって思うんだけど、以上。1番のプレイヤーは発言してください。7番が裏切ってきた感じが、うん、すごく否めない。なんかこの商品紹介をもっと聞きたいはずなのにな。もう聞かないんだったら今日は普通に6番より7番釣りでいいと思う。だから、今日は7番釣り安定かな。うん、で7番にはもう完全にね最後の商品になるだろうけど、うん、おさんっていう超アイテム、これねお出かけ先でも全然、うん、入れて、うん、完全ストッパーもついてるから、これ完全に、で SML、うん、サイズがあって S は680円、 M が780円、 L が880円、これねもうねベストセラーで、なんと口コミが 4.78 もついてるからね、うん、でこれ結構ねカーブしてるから、先端のところが。うん。だからこれ、うん、入れたら結構拡張できるっていう。うん。で、そんなにバレないしね。うん。アーチ状になってるストッパーがついてるから、これ絶対外れない。うん。だから S から ML っていう感じの段階を重ねて、うん、つけていけば全然あり。2番のプレイヤーは発言してください。夜にスキップしました。うわ、やば。